はい、えー、皆さん、こんばんは、えー、第8回目の読みボチャンネルが始まりました、えー、本日司会を務めるフォレスト出版の土屋です、えー、どうぞよろしくお願いいたします、えー、本日はですね、えー、ゲストに最新刊こちらですね空気で人を動かすを出版された、えー、株式会社アタックスセールスアソシエイツ代表取締役社長の、えー、横山信弘さんをゲストにお迎えします横山さん ようこそよむチャンネルをお越しくださいました本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、そして本日はですねえっ、ー、ともう一方、えー、横山さんの書籍の、えー、編集担当でありますフォレスト出版の、えー、森上幸人さんとお届けしてまいります、はい、どうぞよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いしますフォレスト出版編集部の森上ですよろしくお願いします、えー、まずこちらの書籍ですが、えー、この本がですね生まれたきっかけを お伺いしていきたいなと思うんですけれどもじゃあまず、えー、編集を担当された森江さんにお話をお伺いしたいなと思います。そうですね、はいで これ一番最初の入り口がですね実は2011年の確か10月の下旬だったと思うんですけどもその時にですね一度横山さんの事務所の方に名古屋の方にお伺いしてでその中でちょっとその本の企画ということでお話をさせていただきましたその中でそのテーマをという中で出てきたのが「その非言語コミュニケーション」という あのところで、えー、どう、えー、その読者の方に提供できるかという話がありましてそうですねあの今、森内さんがお話しされた通り、はいはい、非言語コミュニケーションですね、はい、普通、コミュニケーションって言語コミュニケーションつまり、この言葉しゃべりで、はいえー、例えば私は営業のコンサルタントですから、うん、お客様を振り向かせるとか。うん あ何かご購入をいただく意思決定していただくということをまあする、うん、でもし部下を育てる部下をまあ動かすとかそういうこともそうですねどういうしゃべりとかどういうことを言うことによって人は動くのかって結構考えるんですけどこう非言語ですね言葉ではなくてえまあ表情であったり態度であったりとかまああのその人との接触の回数だったりとか。 で今回のテーマは、えー、その場の場雰囲気気とか空気ですよね、はいえー、こういったものって実はすごく重要で、うん、目に見えなないいからここそ意識しないってことですね、はい、本当に、まあ、こちら書いてある通りなんですけども「もう人を変えるな空気を変えよ」うっていうその空気にやっぱり着眼されてるっていうのはすごいなと思うんですけどもそこはもう本当に昔からというか、まあ、この本を書くもう以前から常に感じていたというかやられていたことなんですかね。 いやもう本当にそうですね、<ー>本当にそうですね。いや正直言って、ですね <laughs> どこまで喋ったらいいかわからないですけど、現場に入ってコンサルティングをしているわけですから、なんていうんですかね先生みたいな感じじゃないですね、うんうん、研修の講師だとか、何かあ先生みたいなことだったらただなんか喋って、はい、え何かパワーポイントか何かで。えー こうね、映し出してしゃべって、はいえー、やればいいだけなの話ってことあると思うんですけど実際に行動を変えてもらわないといけないんですよ。うん、で結果出さないといけない。うん、でその時になかなか人って動いてくれないんですよね。で、うん、<laughs> その時にやっぱり何喋っても駄目っていうことがあって、うん、で。 まあやっぱりその企業の中に入っていくものですから、その企業の中の,その場の空気っていうんですけど、それは悪,悪い場合があるんですよ、で悪い場合っていうのは、ほとんどの場合、あのこの本に書いてあるテクニックを使うことによって、うん、まあ少しずつ少しずつその組織であったり、チームの空気っていうのは変わってくると思いますなるほど本の中では悪いですよね、8ヶ月のつのなんか月っていうのが一つの目安だっていうお話はされてましたよね。 これなんとなくの感覚なんですけど、はい、1>, 1年もかからないけど、うん、半年以上はかかるかなという、うん、なんとなくのこの目安。